日本が本気で開発を進めていた対ドローン兵器 HPM が、いよいよ完成間近との情報を入手したよ。ウクライナ侵攻においても積極的に使われているドローン兵器だけど、その対応には両国ともかなり手を焼いていると聞くね。ドローン兵器の活用においてはウクライナに分があるみたいで、ウクライナの主張によるとロシアの戦車数百両をドローン兵器によって破壊したと発表しているよね。そのウクライナは、ドローン兵器としてトルコ製の軍事ドローンを活用しているようで、遠隔操作による対戦車攻撃はもちろん、上空の監視や地雷の敷設など、様々な形で利活用している模様だぜ。トルコがなんだかウハウハしている姿が浮かぶような気もするよね。そんなドローン攻撃を無効化すると言われる技術が HPM というんだけど、ウクライナのリアルなありさまを見てからか、各国ともその開発を急ぐようになったとされているんだ。当然、日本においてもその開発が進められているみたいだな。ドローン攻撃といえば、隣国の中国がロシアの技術供与を受けていることは周知の事実であり、尖閣諸島をめぐる侵攻が仮に行われたとすれば、尖閣のみならず沖縄本島や南西諸島に先制ドローン攻撃を仕掛けてくることだって十分に考えられるぜ。そうだね。さて今回は、そんなドローン兵器をめぐる実情と日本の対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍のウクライナ侵攻が始まった2022年2月24日、その時点では装備兵器兵力の全てにおいてウクライナを上回るロシア軍がウクライナを蹂躙し、早い時期にウクライナの首都キーフロシア語表記キエフを占領するであろうと、ウクライナに対しては絶望的な観測しかなかったんだ。だけど、この予想はこの記事を書いている4月10日時点で現実になっていない状況で、ロシア軍はむしろ東方に向かって待機している状況となっているよ。キーフは、激しいロシア軍の攻撃にさらされながらも陥落を免れ、ゼレンスキー大統領をはじめとする政権幹部も健在している状況で、プーチン大統領の目論みは明らかに外れたと考えていいだろうね。この現実を、みんなはどう見ているかな。空と陸、人員、兵器の充実度を見ても明らかに勝っていると考えられた。ロシア軍がここまで苦戦している状況は、なぜ起こっているのか。ロシア軍の進撃が当初の計画よりも遅く、苦戦を強いられている。ロシア自身はそれを肯定しないけど、他国はすでにその状況を見切っているんだよね。ウクライナを過小評価していたのか、それともウクライナに対する積極的な西側諸国の支援が功を奏しているのか、その評価を慎重に測っている国こそ中国なんだ。あれだけロシアに対して好意的な姿勢を見せていた中国だけど、戦況を考慮してからか、ロシアからの兵器弾薬の支援要請に対して首を縦に振ろうとはせず、経済的な支援は継続するというグレーゾーンな関係に終始しているのは、軍事力としてロシアを信用できない、そういう中国の考え方が見え隠れするんだよね。ここで、ロシアのウクライナ侵攻の段階を再確認してみようか。まず、短距離ミサイルなどでウクライナの防空網を初動の攻撃で無効化すること、制空権を獲得した上で戦車を中心とする陸軍がウクライナ領内に侵攻。空と陸からの攻撃でウクライナの首都キーウを陥落させ新ロシアの政権を樹立する。これがロシアの書いていたシナリオなんだよね。こう書いてみると、かつての旧ソ連に侵攻したドイツ軍の電撃戦を彷彿とさせるんだけど、ロシア、元いプーチン大統領が書いていた作戦もまさにこの作戦ではなかったかと思えるんだ。対空優位の状況を作り出すために、ロシア軍は精密誘導兵器や爆撃によってウクライナ軍の防空網を叩き、それによって制空権や航空優勢の状況を作り出そうと企図していたみたいだが、今の時点でそれは全く果たせておらず、自分航空機に少なくない被害を被っているとも言われているよな。制空権や航空優勢の状況を得られなかったロシア軍は、半ば強引に戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して主要地域の占領を進めているが、逆を言えばそれ以外にウクライナを屈服させる手段を失っていたと考えてもいいだろうぜ。そうだね。その方法では、自分の損害も増加しているようだけど、拳を振りかざした以上、簡単に収めるわけにはいかない。ロシアはそんなジレンマに陥ってしまったと考えていいんじゃないかな。ウクライナ軍は劣勢のはずじゃないのかなって思っていた。全世界の軍事アナリストたちの予測は外れたってわけだね。そんな彼らの前評判を打ち砕いたのは、やはりドローン兵器の活用だと考えられているよ。ロシア軍の戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 によるところが大きいと、世界各国の軍事アナリストも指摘しているからね。トルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 は、遠隔操縦型のドローンの一種で、3名操縦索敵攻撃等の担当がチームを組み、遠隔操作によって戦車や装甲車両攻撃を行うことで、
多大な戦果を上げていることが確認されているんだ。バイラクタル TV には、2020年のアルメニアとアゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で一躍名を挙げ、優位に戦況を進めたアゼルバイジャンが有効活用したことでも注目されたものだね。バイラクタル TV には特攻兵器としての使い方だけではなく、点に帰還させることで何度も利用することができるメリット、もちろん無人で攻撃を仕掛けることが可能なため、人的被害を抑えることができるメリットなど、そのメリットには計り知れないものがあるんだ。ナゴルノカラバフ戦争において、アゼルバイジャン軍のドローン戦術は2段構えだったんだけど、まず、アルメニア軍の対空レーダーや地対空ミサイルを、特攻攻撃による神風ドローンの自爆攻撃によって無効にして、その後、航空支援を受けることができないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、バイラクタル TB2 が対戦車兵器を装備して攻撃を仕掛け、大戦果を上げたんだ。とはいえ、ウクライナ軍は優勢な航空戦力を要するロシア軍に対し、ナゴルノカラバフ戦争におけるアゼルバイジャン軍のように一方的に有利なドローン攻撃を行うことが難しい部分もあるため、いかにバイラクタル TB2 を有効活用するかが、今後の戦況の鍵を握るとされているぜ。こうして、複数の戦場をかいくぐり、その戦果を喧伝することができたバイラクタル TB2 の有用性は、今後の戦場におけるドローン対策の重要性をクローズアップしたと考えていいだろうな。対ドローン対策としては、日本の防衛省でもこれに対抗する兵器技術の開発に着手しており、2022年度防衛予算で72億円を投じることが決定しているよ。軍事用ドローンに対抗する兵器は、一般的に HPM ハイパワーマイクロウェーブであることが多く、対象となる軍事ドローン等に対し高出力のマイクロ波を照射することで、操作を困難にするなど兵器として無効化することを狙った兵器となっているんだ。マイクロ波そのものは、電子レンジなどにも使われており、我々の日常生活でも身近なものであり、携帯電話などで使用されている電波の周波数帯もこれに該当するんだよね。実際にマイクロ波を使った対ドローン兵器の研究は、2014年から基礎的な研究が始められていたからな。現在防衛省が開発を進めようとしている HPM 兵器は、高出力のマイクロ波を対象たる軍事用ドローンに照射することで、その内部の電子機器を故障または破壊させ、無効化することを目的としているよ。そして、2022年度予算からこの HPM 兵器の開発を本格化させ、2027年前後の正式運用開始を目標としているみたい。また、ドローンだけでなく従来の物理的な砲弾やミサイルを用いた迎撃兵器にも機能としてプラスすることを目指しているようだね。昨今の兵器には、必ずと言っていいほど電子機器が組み込まれていることから、それらにも有効な兵器として HPM を採用しようとしている動きが進められているってわけ。HPM 兵器の特性としては、照射される高出力マイクロ波が高速であること、命中精度照射方向の切り替えに優れること、電源供給が確保できれば連続使用が可能であることなどがメリットとして挙げられるよ。特に軍事用ドローンは、用途に応じて小型化が進んでおり、従来のレーダーセンサーではその探知が困難な状況となっているため、物理的な砲弾やミサイルでの迎撃には限界が生じているんだ。また、個人の兵士が携帯可能なイスラエルの防空システムアイアンドームの類であっても、それらに対して使用するミサイルのコストが高すぎて、ドローンの迎撃に使用することは難しいとされている今、コストと性能、この3つを兼ね備えている HPM 兵器にかける期待は日々高まっていると考えていいだろうね。日本においても、HPM 兵器は他の迎撃手段よりも人的被害を抑止できる兵器として非常に有益であるとされているよ。特に、専守防衛を基本とする自衛隊にあっては、人的被害が生じることで国民の理解が得にくくなることもあることから、自衛隊の基本理念に合致する防御兵器である HPM は、導入に向けて積極的に運用されるだろうと推察されるね。防衛省では、アメリカ軍が開発を半ば断念したレールガンの開発を加速させることも報じられているけど、個人的にはそちらよりも HPM 兵器の型が実用化すべきだし、現実的に開発に成功する確率が高いと思えるんだ。物量に物を言わせて進行してくるであろう、中国やロシアに対して効果的かつ人的被害を最小限に抑えることのできるドローン兵器や、対ドローン兵器としての HPM 兵器、これらはリンクして開発が進められることを大いに期待したいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも見てくれてありがとう。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 
ありがとう。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 